応接室の方に神棚があるんですけれども、はい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 、それをこの榊っていうのを、はいはいはい、毎週毎週交換しないといけない、はい、あそれでそうですね、今回はそれとこちらをやらせていただいてもよろしいですか。よろしくお願いします。これならやれるかもしれない。やれそうですね、失礼します。じゃあこちらになるんですけれどもはいはい、はい、ちょっとあのこちらを専用の処分地位備品って書いてある。書いていただきます。あ、じゃあ重い、重くないだろ。ああ、反射神経割れてるし。よいしょ、ありがとうございます。ああ、もういいか。めんどくさくならないで。ありがとうございます。あ、でも本当枯れちゃってますね。そうですね、これが燃やしになってる。枯れてしまうので、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。この位置ですか。もう少し左です。もう少し左、はい、ここ、はい、これで OK。 はい、大丈夫です、はい、ありがとうございます。 OK です。うわ、大丈夫です、ありがとうございます。この神棚、はい、商売繁盛的なもので置いてあるんですか。そうですね、毎年正月にお祈りをするというか。ここでそんな神棚の正面にね、もう、あ、もう通るんですね。これはバドミントン。こちらはそうですね、全日本社会人のダブルスの方ですね。2年間この大会自体が開催されてないので、はい、返却する機会もなくて、うん、今置かれて3年目になるんですよ、ね、ラッキー、そうですね、前回優勝したのが日立のバドミントン部ダブルスがいるので、はい、バドミントンができているのも会社の方のサポートのおかげなので、はい、少ない時間ですけど、うん、お仕事の方ではもうちょっと貢献できるように、うん、じゃあまた開かれたらこれを返却して、一度返却をして、でまた、でまた回収できるように。去年まで指導員として、あ、そうなんですね、お世話になっていましたなんかいいですね。